皆さんこんにちは、高橋としみです。今日はですね、平川カントリークラブにやってきました。そして私の隣にいらっしゃいますのは田中紀子さんです。よろしくお願いします。お久しぶりですね。お久しぶりです。はい、前回ですね、芹沢プロとラウンドしていただいたのが、はい、ちょうど約1年前ということで。そうなりますかね。そうですよね。で、前回はですね、エイジシュートが680回ぐらいだったんですけど、はい、今何回ぐらい更新されました？昨日、888回を、はい、888回、はい、今日はですね、はい、なぜ田中さんに来ていただいたのかと言いますと、11月にですね、開催されますコスモヘルスカップシニアトーナメントをですね、私たちウーノゴルフが生配信することとなりました。で、今回ですね、主催企業様がですね、どうしても田中さんに会いたい、そして一緒にラウンドしたいということで、大物ゲストとともに来ていただいておりますので、登場していただきましょう。どうぞどうぞ。こんにちは、ありがとうございます。どうぞ一緒にありがとうございます。はい、はい、現 PGA 会長の倉本プロと、今大会を主催していただきますコスモヘルス株式会社社長鈴木さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。倉本プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ウムゴルフって見たことありますか？ありますよ。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。優がいっぱいあって。そうですね、3つです。はい、3つね、いくつあるのか分かんないぐらい。はい、そして鈴木さん、はい、大会がもう間もなく開催されるんですけれども、ね、はい、簡単に自己紹介ですね、大会の思いなどお願いします。はい、ありがとうございます。コスモヘルス株式会社代表の鈴木です。で、弊社のビジョンは病気のない社会を作るでございます。はい、で、予防医療機器の販売と予防医療の啓発を行っている会社です。はい、なので今日は倉本会長はもちろんのことなんですけど、田中さんにお会いできるのを楽しみにしてました。ありがとうございます。っていうのも、我々は世界一幸せな年の取り方ができる国にしたい、はい、それを目指しているんですね。はい、で、こう普通の高齢者ではなくですね、はい、幸せに年が取れる、幸せっていう字にして高齢者、これを増やしたい、はい、っていうふうに思ってるんですね。はい、そんな中、まさに田中紀子さんはもうスーパー幸せ高齢者だと思うんですよ。はい、で、田中さん先ほどちょっとこうおっしゃったんですよ。ただ漠然と健康で長生きをモットーに生きるのはもったいないと、はい、そうじゃなくて目標を持って生きるからこそ人生は最高のものになるっておっしゃったんですよ。はい、かっこいいです。もう本当まさに理想の生き方だと思います。なので今日はちょっと足を引っ張らないように精一杯アマチュア代表として頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。で、今日はですね、私たち試合が開催されます平川カントリークラブに来ておりまして、ここですね、田中さんと鈴木さんにラウンドしていただきたいと思います。はい、3ホールですね。その後にですね、動画では倉本プロにですね、レッスンもしていただきますので、そちらも皆さん楽しみにしていてください。では早速ラウンドに行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、私たちは今ですね、10番ホールにやってまいりました。こちらですね、541ヤードのパー5となっておりまして、ここですね、お二人からラウンドしていただいて、で、倉本会長にはですね、はい、お二人のラウンドを解説していただいたりとか、あと実際試合でも使われるホールとなっておりますので、はい、プロはどんな風に戦略を立てていくなど教えていただけたらと思います。わかりました。で、お二人にちょっと簡単な意気込みお願いします。田中さんから。全部パーか、はい、バーディーを狙ってやります。おお、頑張ってください。では鈴木さん、お願いします。そうですね、全部チョロを打たない。あ、チョロ打たない。頑張ります。はい、はい、では早速やっていきましょう。ほいじゃあ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、左すぎ。お、超える。いけいけ。ここ上がっちゃった。ナイス。鈴木さん、お願いします。このホールはね、はい、向こうに鉄塔が見えるんですよ。はい、で、あの鉄塔の方向に行くのが一番ベストで、左に行きすぎるとね、距離が出る人はいいんですけど、はい、距離が出ないと、はい、左に遅れてきてるんで木が邪魔になるんですよね。はい、あとセカンドが右に打たざるを得ないっていう状況になるんで、
では皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。お、ちょっと天ぷら気味、ね、大丈夫かな。あ、大丈夫は大丈夫だと思います。大丈夫だと思います、はい、緊張されたんですねきっと。緊張しちゃいました。でも鈴木社長ね、はいはい、ビジネスをやられてて、はい、こんなに緊張する場ってないじゃないですか。なかなか本当ないです。でもこれスポーツで、はいはい、自分が好きだからこそこれだけ緊張できるんでね。いや、そうですね。やっぱこれはね、幸せだと思ってください。本当幸せです。鈴木さんちょっと緊張されたんじゃないですか。いや、緊張しちゃいましたね。やっぱり甘くなかったですね。はい、やっぱりウムゴルフ初めて見てる方は皆さん、いや演出じゃないですよ。田中さん実力ですよ。いや、はい、ちなみに鈴木さんは今おいくつなんですか。僕42歳なんですよ、はいはい、で小学、僕実はずっと野球やってて。そうなんですよ。小学校から大学までずっと野球やっていて、はい、で高校時代はチームのキャプテンとして甲子園にも行ってるんですよね。すごいですね。そうなんですよ。いや、すごいですね、実はさすがです。いえ、うん、なので、まあ、野球やってた分ちょっと腰の回し方とか少しわかるかなっていう感じなんですけど、で2010年に今のコスモヘルスに入社して、はい、で2017年37の時に社長に就任したんで、うん、そうなんですよ。なのでよく、そうなんですよ、まあ、若いねとか、はい、創業一族かなんかなのってよく言われるんですけど、そうじゃなくて、はい、一社員として入社して営業とかその、マネジメントで実績を出して、うん、でこの立場まで入社6年半で一気に駆け上がったっていう、はい、それなりに苦労しております。まあ、とにかくまっすぐちゃんとアイアンを持って、うん、冷静に、こういうところがね、大切なんですよ、うん、やっぱり1打目失敗した、はい、でこれ2打目無理するとまた2打目もピンチになるっていうところなので、やっぱ冷静にピンチにならないところを次がちゃんと打てるところに置いていくっていうのが大切なんですよね。田中さんの飛距離だともう左が邪魔になるので、やっぱりしっかり打つと右のラフに行ったり右の林に行ってしまうの でかといってやっぱラフからフックはなかなか打てないっていう、はい、うん、ちょっとレイアップ気味の、そうですね。うわ、すごい。ちょっと当たっちゃった。惜しい。ナイスショット。でもちょっと早かったね。これは結果的にミスしましたけども、うんうんうん、で一番悪いとこ行った、うん、でもちゃんと行かない、はい、ここに行っちゃダメだよねってことが分かって、はい、それをケアできてるっていうのが大切。うん、でミスしたのは、はい、これはショットのミスであって、はい、これはここでやることではなくて練習場でやること。練習場で。そう。でも考え方は練習場ではなかなかできないんですよ。はい、そうですね。シチュエーション一緒ですもんね。そう、練習場だと。そう、はい、なんで僕は今の鈴木さんのやり方って素晴らしいと。ありがとうございます。うん、今日3打目にして、はいはい、落ち込んでおります。はい、でも切り替えて頑張りたいと思います。切り替えていきましょう。こんなに下手だったんだと今落ち込んでおります。やっぱりね、カメラが回りますとね、緊張しますよね。としみさん、こんな中でいつも打ってるんですね。いや、そうなんですよ。すごいです。分かっていただけると。素晴らしいです。素晴らしいですね。すごい。はい。いや、距離的にはもう、はい、ない。風が強いですからね。多分打たれればバンカーには入らない距離だというふうに思うので、うん、はい、これも田中さん分かってらして打ってらっしゃる。ちなみに田中さんの今日スイング初めて見たと思うんですけども、はいはい、どうですか。非常に理にかなってるというか、はい、左足を前に右足を下げて、はい、左足にちゃんと軸を作りながら打ってらっしゃるんですよね。はい、で、まあ、年齢我々もそうなんですけども、60、70、80になってくると体が大きく回るわけじゃないので、バックスイングをしっかり取れるような形をとって打った後はその力だけで飛ばしていくっていう多分考えでやられているので、非常に理にかなっていると思います、はい、スイングおっしゃる通りです。全くそうなんですよ、はい、若い時と同じスタンスしてたんでね、はい、同じことやってたら年とともにダメになっちゃうから、はい、ちなみにドライバーは
どのぐらい飛びますか、平均。打ってみないとわからないですけど200、3、4、5行くんだ、うん、86歳で200、3、40行ったら、そうですね、本当に140なんですけど、ちょっとアゲンストなんで、はい、7番で行きたいと思います、はい、うん、ちょっと右にすっぽ抜けましたね、うん、あー、バンカー入っちゃった、ちょっとプッシュアウトだね。あれがあの、まあ、俗に言うリバースピボットって言って、リバースピボット、はい、リバースピボットっていうのは構えてますよね、はい、で右がよくレッスンの中で動いてはいけないよって言われるじゃないですか、はい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 、そうすると右を動かさないために一生懸命右に力を入れると、うん、こういう風になる、左に体重かかってしまう、はい、おで、はい、このままだと突っ込んでいってうまく打てないんで、うんうん、人間はこれをこうやって修正するんですね。そうすると、はいはい、今度右に体重が残ったまま打ってしまうんで、球が高くて右に行く。あ、そうなんですね、はい、あの田中さんのいいところは逆なんですよ、うん、あ、もうずっと左に、こういう姿勢を取ることによってね、はい、極端に言えば打ち終わった後にこうやっていけるんですよ。あ、左に、はい、そうすると力が全部こっちへ運ぶことができるんで、はいはい、むしろボールを前に前に飛ばすことに力を使うんですよ。あと、リバースピボットっていうのは起こらないんです、絶対に。確かに、右に体重残らないですね。はい、おお、うん、あ、左行っちゃった。うん、ナイスナイス、距離感ぴったしですね、うん。あ、やっぱり優しい、はい、惜しい、うん、弱かったっす惜しい、おお、いい、うん、ナイス、はい、ありがとうございます。ボギーです。ナイスボギーです。おさけです。ナイス、ナイスです。ダボですどうもいありがとうございます。いややっぱお上手です。ちょっと重かった田中さんもすごい最初に来ていただいたのがちょうど1年ぐらい前なんですけど、緊張してました続いて私たちはですね、12番ホール388ヤードのパー4にやってきたんですけれども、はい、お二人1ホールラウンドしてみていかがですか。はい、何をしたか覚えてないですね。はい、もう終わったんですよね。そうです、1ホール終わりました。はい、本当失礼しました。忘れて次行きましょう。忘れて次行きます、はい、ゴルフは前向きなのが大事ですね。はい、田中さんいかがですか。やっぱりあの偉い先生たちの前でやっぱり上がっちゃって本当ですか。ありがとうございます。じゃあ田中さんご準備お願いします。よろしくお願いします。ちなみにこっち倉本会長、こちらのホールなんですけれども、はい、まっすぐなホールなんですか。何か気をつけることがあれば。そうですね、ティーショットやっぱり右左とバンカーあるんで、はい、そこに入れないこと、うん、あとはあのセカンドの打ち上げなんで、セカンドの距離感がね非常に大切になってくるっていうところですね。おお、これはナイスショット。ナイスショットですね。これは素晴らしい。おお、いやー、ナイスショットです。ナイスショットです。緊張が解けるとすごいですね。さすがですね。はい、ちょっと今のプレッシャーかけちゃったかもしれないですね。やっぱゴルフにおいてやっぱ大切なのは、スイングがいいとか悪いなんていうのはほとんど関係ないんですよね。そうで、例えば綺麗なスイングだと3点もらえるとかね。で、あのゴルフってそういうスポーツじゃないので。超えた。おお、あ、
あーバンク入っちゃった惜しい、はい、入っちゃった欲しいですね、うん、昨年シニアツアーのスポンサーになって、うん、で第1回大会が11月に行われたんですけど、その2ヶ月前の9月からなんでちょうど1年ぐらいに、え、まだ1年1年今なるんですよ。そうなんですか。え、そうなんですよ。むしろすごい、いや、もう本当今ではもうどっぷりハマってしまってます、ゴルフの魅力に。あ、ありがとうございます、はい、先日ご一緒させてもらって ね、あ、そうなんですか。もうね、どっぷりハマっていただいてて、ね、い嬉しいんですよ、はい、このままずっとハマっていっていただくと、ね、深夜が続くんで、そうですね、あとその倉本会長多くシニアツアーのスポンサーになってからありがたいことにこうたくさん のプロゴルファーとラウンドさせてもらってるんですけど、でそうすると経営者としても今日もそうなんですけど、やっぱ経営者として勉強になることもたくさんあるんですよ。で例えば第1回大会で優勝された水巻プロいらっしゃるじゃないですか、はい、で水巻プロとラウンドさせていただいた時本当に大きな気づきをいただきまして、でその日ってうちの社員も連れてったんですけど、とにかく失敗、今日の僕みたいに失敗続きでもうシャンクがすごい続いて、びっくりしたのがうちの社員がシャンク出ますって予告して本当にシャンク出たんですね。それぐらいシャンクがひどかったんですけど、諦めずにずっと指導し続けてくれたんですよ。で普通だったらラウンドなんでなんかこうちょっとラウンド中に教えるとなんかもしかしたら混乱してしまってとかって考えるとワンポイントアドバイスとかにとどめる方が多いと思うんですけど、でも水巻プロ違ったんですよね。もうずっと最終ラウンドの最後まで寄り添って付き添ってずっと教え続けてくれたんですよ、諦めずに。で姿見た時にすごく感動して、でラウンドが終わった後にうちの社員から出た言葉が絶対上手くなってみせますだったんですよ、はい、だからそのマインドを持たせるだけでも人って成長するし成功できるなと思ったんですよね。なので水巻プロからやっぱりこう上司が部下の成長を諦めちゃいけない、うん、で上司がそれを諦めてしまったら部下は諦めてしまうし成長止まっちゃう、だ本当に勉強になりました。なんでなんかゴルフとなんかビジネスってなんか少し近いんじゃないかな、近い関係にあるんじゃないかなって思ってます。あ、これも左のバンカーが手前で右のバンカーが奥辺にあるんですね、はい、だからまあ左のバンカー嫌がらずに左のバンカーの方向に打っていくか、じゃなければやっぱ間に刻むというのが一番いいですよね。田中さんの距離的にいくともうギリギリいっぱいかな、と多分届かないだろうなっていう。おー、あー、いけいけいけ、うん、ちょっとね、あ、惜しいですね。ちょっと風も上げてる分、はい、そうですね、はい、あと上りっていう、でもナイスショットですね、うん、素晴らしいですね、うん、ナイスショット、はい、ちょっと風が、はい、うん、ナイスショット、安全にナイスショット、そんなに勝負ですね、はい、はい、うん、ナイスです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。こういうショットで大切なのはピンが手前じゃないですか、うん、手前に2メートルも奥に2メートルも一緒なんですよね。あ、だから奥目にちゃんと乗せられるか、特にアゲンスト上りっていう風に考えると奥目に打つぐらいでちょうどいい。おお、いい、おう、ナイス、うん、ナイスです、はい、ありがとうございます。あれが正解なんですよ。正解ですね、であれでいいんですよ、はい、今のはやっとちゃんと打てました。ほっとしてます。はい、バックスピンもしっかりかかって、そうですね、今バックスピンかかったんで今ちょっと狙い通りではあったんですけど、これで社員たちにバカにされずに済むかなって思って少しだけホッとしてます、はい。ラフの中ですけども順目なのでそんなに難しくないと思います。で球もスッと上がりやすく、上がりやすい状況なんで、うん、ちょっとキャリーしてしまいましたけど、うん、まあ打ち方としてはいいと思うんですけど距離感が悪かったっていうだけですね。下りの若干スライス、この下りのスライスしっかり2パットでいくことだけ考えてちゃんとプレーをするってことが必要ですよね。ちょっと強いんじゃないかな。うん、早いですね。鈴木社長のところも下りサイドヒルになりますね。ちょっと右から左に曲がるライン、これなんかもティーショットのミスバンカーってことを考えると、まあ、これも手前ショートしてもいいからしっかりツーパットできるようにするということが大切だと思います。
ちょっと引っ掛け気味の強い、ナイスナイスボギーです。うん、ナイス。お二方ともナイスパパット。素晴らしい。緊張感が走る中、ナイスです。ありがとうございます。はい、ということで最終ホールにやってきたんですけども、続いてパー3、128ヤードとなっておりまして、ちょっとねすごいところにピンが切ってあるんですけども、倉本会長、はい、ここはどんなところを気をつけたらいいですかね。ですね、ここはほとんどの方が気がつかないんですけども、はい、ティーグラウンドの向きとグリーンの位置が非常に合ってないんですね。はい、まっすぐに対してグリーンが右側にあるんですよ、はい、なのでほとんどの人がみんな引っ掛けちゃうんです、うん、ティーグラウンドの向きに立ってしまうので引っ掛ける、はい、もしくはそこから右に打とうとするんで、うん、右に行きすぎるっていうことが起きるんですね、はい、なので本当にこのティーグラウンドの向きに惑わされないで、グリーンの方向、はい、ピンの方向をしっかり狙うってことが大切ですね。はい、はい、ありがとうございます。距離的にはもう短くて、はい、そうですね、逆に言えばカモのホールなんですね。頑張ってください、お二人。はい、では早速やっていきたいと思います、はい。あ、ちょっと引っ張った。後ろが小さい。ちょっとあれだとホールインはしないな。あ、ちょっとオーバーしちゃった。ついてきちゃいましたね。うん、ここは明日の台。ここは高かった。こっちが低かった。ティーブランドが低かった。あ、足のところが。あ、でも鈴木社長いい方向向いてる。すごくいい方向向いてます。なかなかこういう向きって向けないんですよね。素晴らしいと。そうすると、ナイスドロー。ちょっと短いかな、そうでもない。おナイスドロー。いい向きと、ところがいいスタートアドレスができると、ほぼほぼやっぱりいいショット出ますよね。ちょっと弱いか、ちょっと弱いか。ナイスアプローチ。でもナイスね。ナイス、これ、うん、ナイスタッチですね、うん、素晴らしい、ありがとうございます。今の下りをしっかりとあって、あの刻めるっていうのは素晴らしいと思います。さっきから田中さんってパターするのに必ず補足してるんですよね。で、大きな歩幅で、あの一歩が1ヤードじゃなくて多分 1.2 ヤードぐらいの間隔で補足されてて、自分の感覚で例えば2歩半とか2歩とかっていうふうに考えてらっしゃるんでしょうね。やっぱまあゴルフ長いをやってるからすごい、あの応用力ですよね。あー惜しい。オンライン。いけ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 。あー惜しい。惜しいですね。うん、惜しい、うん、ナイスパット、ナイスパーです、ありがとうございます。ナイスパーです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、というかで3ホールお二人お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、倉本会長、お二人のランドを見ていかがですか。はい、そうですね、あの田中さんやっぱりゴルフにすごく慣れてらっしゃって、まあさすがだなというふうに思いました。で、鈴木社長はあのまだ始められて日も浅い、うん、でも、まあ、かなり上達されてるかなという、うん、あとはちょっと頭でっかちかなっていうところがあるんで少しもう少しやっぱ情報量を整理して、はいはい、やられるともっとあの早く逆に上達するのかなと思います。でもまだ1年ですからね。ですよね。このスコアはすごいですね、はい、田中さん久しぶりにウムゴルフどうでしたか。やっぱりあの、はい、こうやって
素晴らしいね、札とかカメラとかそういうのにあれして、うん、もうそういうことを意識する年じゃないと思ってるんですけど、やっぱりそれを意識するということはまだ若さって色気があるんじゃないかなと思ってですね、まだまだ伸びしろがあるかなと、まあそんな思いで回らせていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そしてですね、杉さん、はい、今日田中さんと一緒に回りたいとおっしゃったんですけども、ね、はい、実際回ってみてどうですか。やっぱり今のコメントもそうですけど本当に前向きで、はい、まず御年86歳であの豪快なスイング、はい、本当すごいなって、はい、思います。であとラウンドしてて思うのは、うん、やっぱ絶対にこう年齢を言い訳にしないじゃないですか。だからその田中さんの人生において、うん、なんかこう年齢を言い訳にして諦めるっていう選択肢はないのかなって、そんな風にも田中さんから感じるんですよね、うん、でちなみに諦めるって英語で、はい、ギブアップっていうじゃないですか、うん、で僕これ大学の授業の時に調べたんですけど、うん、としみんさんギブアップの英語でね、はい、反対語ってなんて書いてあるか知ってます？反対語？そうギブアップの反対、ね、ネバーギブアップですか？そうなんですよ、ネバーギブアップとも書いてあるんだけど、はい、もう一個書いてあって、はい、でそれが何かっていうと、うん、ホープって書いてあるんですよ。おー、僕これ知った時すごい感動したんですね、はい、英語でホープって希望って意味じゃないですか、うん、だから英語では諦めないってことと希望を持つってことはイコールなんですよ、なんかすごいなんかいいなんかちょっとなんかいい話ですね。いい話ですよね、はい、だからやっぱ希望を持ち続けて諦めなければ夢は叶うというかね、うんうん、だから今の日本の社会において、うんうん、なんかこう年を言い訳にして、うん、年齢を言い訳にして、うん、人生を諦めてしまうって方を減らすために必要なのって希望だと思うんですね、なので田中さんのような存在こそが、うん、今の日本の高齢化社会の希望ですよね、うん、誰がね、はい、設定したもんだか考えてしまうけど、はい、エイジシュートなんて、年寄りを奮い立たせるんですよね74か今度来てね、うんうん、あと2ホール、うん、バーディーバーディーじゃないと、うん、エイジシュートじゃない。17番でセカンドは残り140ぐらい、9番アイアンで、うん、それが入ってイーグル。おお、18番パーでエイジシュートを出したけど、うん、だから、うん、絶対に諦めてはいけないという、ね、いや素晴らしいです、なるほど。人生も生きてる間は、うん、もうどんな可能性でもね、今が一番若いんだから、はい、あるんじゃないかなっていう、そういう考え方は、まあ、思うことは自由だからね、うん、いやいやいや、そんなことを思ってゴルフも晩年も生きてるつもりです。素晴らしいです。今が一番若いっていうのがいいですね。今一番若い、そうですね、はい、ありがとうございます、うん、では最後にですね、この大会に向けての意気込みなどもお願いしてよろしいですか。はい、そうですね、50歳以上の選手たちが集うシニアトーナメントだからこそ、その我々がお手伝いできることがあるって考えたんですよね、うん、で大会コンセプトがそのゴルフを通じて予防と健康の素晴らしさを、うん、なのでPGA さんと力を合わせてそのゴルフの活性化を通して一人でも多くの方に健康でいられる喜びっていうのを、うん、本当本気でお伝えできたらいいなというふうに思っております。頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ウム、はい、ゴルフ生中継いたしますので皆さん楽しみにしててください。でこの後ですね、倉本会長によりますレッスンがございますので、はい、皆さんそちらの動画の方も楽しみにしててください。今日はですね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら。せーの、また見てねー。